戦場があるんだ。じゃあな、マッキー。マッキーがこんなところにいた。どこ行ったのかと思ってたじゃん。あら、恋人ができたの？恋バトか。マッキー。まああんまり離れてないもんね。こんにちは、マッキーのパートナーさん。マッキー、会えてよかったよ。もう全然あそこの神社にいないからさ、どこ行ったのかなと思ってたら、ここでお家があるのかな。もうこの川だよ。あの、このここに前回のダブルベビちゃんがいたところ。マッキーったら、引っ越すなら引っ越すって言ってくれないと。あーぺ、今日ちょっとスマホだから画質が悪いけど。あー、マッキー巻いてるね。いいね。君の子供はやっぱりマッキーになるのかな。楽しみだな。マッキーがいっぱい増えるといいな。ほいじゃ、あんまり長くお邪魔してもあれなんで、お幸せにね。また会おうね。うん、挨拶してくれた。おや？ってことはマッキーは女の子ってことかな。酔っ払ってるんだよね、あれね、パートナーが。マッキー女の子説。どうなん？うん、うんって言ってるけど。メンチ切り大会？ちょっと、あくびした。せっかくなんでちょっとね、マッキーの住みかを知っときたいね。この辺、あの穴？シェアしてんのかな。そんなことはないか。つるつる、あー、喧嘩しないで。つるつるしてる。あれ、威嚇してるんでしょ。マッキーを取り合ってない。つるっといっちゃった。縄張り争い？違うよね、マッキー取り合ってんだよね。あれ違うか。どういうこと？どういうことなんだい？マッキーちゃん、マッキー逃げるんよ。うん、あの子はあの家。マッキーはどこなの、お家。あ、帰るぞ帰るぞ、帰りんさい。住所知るまで帰れんじゃん私。この橋の下かな。
帰りそうで帰らないね。お？そんなところには入れんやろ。うちに一緒に来るかい？マッキー。お、帰った。ふふふふふ。住所特定。てれーん。君んちはそこだな。覚えたぞ。今度はちゃんとカメラ持ってくるからね。ママも持ってくるよ。マッキー。待ったね。嘘なのかな？ここじゃないのかな？フェイントかましてきてんのかな？中に入るまで信用できんぞ。あ、なんか出ていきそう。やばい、このままじゃあいつに住所知られてしまう。フェイント。騙されないぞ。お、いいぞ、イチャイチャするんだ。マッキー、女の子だ。かわいいマキゲちゃんが生まれますように。今日はいい日だったな。Hehehehe